そう、いや、この時間帯気持ちの勝負は分かるんだけど、気持ちの勝負だからって頭使っちゃいけないわけじゃないじゃないですか。だし気持ちって本当にここにあるじゃなくてここにあるからさ魂とかいうふうに言うけど、魂もさ、魂っていうのがね、本来の限界値以上に労力を発揮するっていうことだとしたらさ、精神の力、精神ってここにありそうでここにあるからさ、結局は頭脳だから。気持ちで走るぞっ て、 言ってここで走るわけじゃない、ここだから、ね、気持ちは。マジで相手のシステムかかってから自分たちでつなぐのやめても、なんならあれだもんな、フリーの選手に渡すとかもしなくなったもん。つなぐこと全てをリスクっていうふうに捉えるようになったんだろうな、チームが。遠藤のあの選択肢も不思議だったもん。